家康は上洛を果たした信長との盟約に従い、三河伊東への勢力拡大を画策していた。そんな折、甲斐の武田信玄より使者が訪れる。それは共闘して駿河の今川家を攻めようという誘いだった。今川家は桶狭間の敗戦以降、王子の勢いを失っており、信玄の誘いは徳川にとって渡りに船と言えた。しかし家康の妻瀬名は今川家一門の出である。駿河攻めは瀬名に辛い決断を強いることとなった。駿河侵攻。瀬名、私は駿河を攻めることにした。何ですって？駿河は今川の本拠よ。織田に寝返った挙句九州を討とうだなんて。しかし私は。なんてね。いいわよ、分かってるから。信長に三河伊東の攻略を託されたんでしょ。私は桶狭間でおじさまが死んだ時に徳川と共に歩むと決めたの。だから私のことは気にしないでいいわ。あんたは徳川のためにやるべきことをやりなさい。瀬名、すまない。そなたの覚悟を無駄にしないためにも必ず勝利してみせよう。格の違いを見せてやるわ。この四郎もお連れください。家康殿、こたびの教頭礼を申す。こちらこそ。今川を討たねば三河の平穏はありません。信玄殿の助力を得られたこと幸いに存じます。駿河攻めは三河の平穏のためだ。いえ、それだけではありません。駿河進出は織田信長の盟友として果たさねばならぬ使命で。家康殿には己の野心というものがないのか。まあよい、武運を祈る。は、信玄殿もご武運を。
武田勢と共に今川を討つ。みんな進むぞ。徳川が動いた。我らも行くぞ。今川を包囲せよ。優勢とはいえ何が起こるか分からない。味方本陣の状況には気を配っておかねば。よけどけ、邪魔する奴は叩き切るぞ。おお、何者だ。徳川にも生きのいい武者がおるではないか。このままでは今川が滅んでしまう。敵将潰したり。悔しいが、ここまでか。順調に進んでいるな。吉本公を失った今川はやはりこの程度か。開門。私がやっているようだな。どれ、半蔵に恩でも売りつけてやるか。あれは三代、何をしにここへ。さすがに武田勢は盛況だな。我らも負けてはいられないぞ。敵将打ち果たした。たえきれん、引かせてもらう。よかろう、このまま包囲を進めよう。亡き吉本様のご恩に報いるは今、この命に代えても氏真様を守らん。それにやらせろ。今川の将を揺さぶってやるか。こういうのは手際よく行うに限る。抗おうと無駄よ。三代、何をしに参った。相変わらず愛想のねえやつだ。同門のよしみで手を貸してやろうってのよ。敵将潰したり。落ち目の今川に忠義立てしたところで先は知れてるぜ。今川が相手でも迷ってはダメ。私は徳川と共に歩むと決めたんだから、今は自分の役目は果たさなきゃ。徐々に包囲されているようだ。もうどうにもならぬのか。一生潰したり。この乱世、くら替えなんざ珍しくもねえ。もっと賢く立ち回ったらどうだい。もはや今川にとどまることはできぬ。私がやろう。行け。
名取武田の名にかけ勝つ。そこだ。伸びゆく死家に忠を尽くすか。この乱世に珍しき武者よ。開門。今川をさらに攻め立てよ。一気に終わらせて楽にしてやれ。武田にばかりやらせるかよ。徳川には俺がいるってとこ見せてやるぜ。武田の名にかけ勝つ。俺にやらせろ。完全に囲まれたか。もう終わりだ。杉謙信、駿河に正しきを示すため推参。意を知らぬ下道どもに鉄槌を下すべし。勝利条件変更。おお、まさか上杉が来てくれようと。徳川本陣をかき乱してやれ。本陣に上杉勢が迫っているぞ。武田本陣も踏み散らしてくれん。受けたまわった。我が本陣を狙いおるか。この混乱に乗じ謙信殿と合流しようぞ。開門。開門。氏真が飛び出してきたようです、ね、早急に追い詰めましょうぞ。愚かな、格が違う。聞かせていただこう。上杉謙信。私がやる。よかろう。越後の軍神がなぜ駿河に。天の大義の国だ。上杉勢を迎えて。氏真が私のもとへ向かっているか。ならば庇護せねばなるまい。俺にやらせろ。なんとかしのげたようだ。侵略すれば火の如く。この間攻勢に出るぞ。奮起せよ。武田に遅れを取るな。狂わなんだか。相手は信玄。さらなる一手を打たねばなるまい。密かに兵を進めよう。謙信ならばまだ何か仕掛けてこよう。小攻めを出して警戒させておけ。侵略すれば一生潰したり。かなう相手ではなかったか。氏真様、もはや勝負は決しました。ここまでになさってくだされ。見つかったか。構わん、このまま攻め立てる。かな
う相手ではなかったか。主家を裏切りあだなす非道、許すまじ。三河、今川を恐れて従っていたのみ、正当な主と認めていたわけではありません。なんと素晴らしき戦果よ。意地は見せたわ。もうよかろう。歯応えのないことだ。この俺の後輩をつくつもりか。一生潰したり。意地は見せたわ。もうよかろう。お見事にございますな。俺にやらせろ。娘が甘かったな、剣心よ。私がやろう。相手ではなかったか。敵将、打ち果たした。叶う相手ではなかったか。お見事と申し上げておきましょう。負けてなるものか。侮るな。敵将、打ち果たした。ここは引こうか、あるまい。侵略することは非道だ。歯応えのないことだ。愚かな。悪が違う。耐えきれん。引かせてもらう。すごい、お見事です。申し訳ありませぬ。今川の意向、私の代でついえることに。すまぬ氏真、そなたの無念、この剣心がしかと受け止めたぞ。侵略することは非道だ。勝負は預ける。いずれまた相まみえん。横槍が入ったが片付いたようだな。勝つには勝てたが、武田や上杉に比べ我らはまだ未熟だな。辛い戦いを強いてすまなかった。辛いですって、バカにしないで。私はそんなにやわじゃないわ。そうか、すまない。謝ってばっかり。私に同情しているの？だとしたら勘違いもいいとこだわ。私は徳川とあんたと共に歩むと自分で決めたの。決めた以上は足を引っ張りたくないし役に立ちたい。だからこれでよかったのよ。それよりあんたは考えることがあるでしょう。この先も道は険しいわよ。セナ、ありがとう。これからも未熟な私を支えてほしい。仕方ないわね。
私がちゃんと見ててあげるから、徳川の当主として立派に戦ってみせなさいね。武田信玄ってのはおっかねえ野郎だったな。敵じゃなくてよかったぜ。だがいつ敵として対峙することになるかわからん。我らも武田に対抗できるだけの力を蓄えねば。そうだな、もっと強くならねば兄上の役にも立てないだろう。では俺はこの辺で引き上げますぜ。桃地殿、こたびは加勢いただき助かりました。半蔵、見送って差し上げろ。はっ。お前と一緒に戦ったのはいつ以来だ。楽しかったぜ半蔵。三代、お前は伊賀忍団を抜けた俺を恨んでいるものと思っていたが、過ぎたことだ。もう気にしちゃいねえよ。何かありゃ声をかけてくれ。じゃあな。相変わらず腹の読めぬ男だ。